頼もぎ葛吉、地、頼もぎ吉城地昭和15年2月19日は、日本の政治家、実業家。広島県足名郡、綱引村生まれ。郷は企業。頼もぎ元吉の養子となり、東京府で育つ。東京第一高等中学校を卒業後、米国に留学。帰国後、浅草区会議員を務めた後実業会に転じ、東京毎日新聞社長。 第一自動車、日本タイプライター取締役、帝国通信社、ジャパンプレス社長などを務め実業家として、名を馳せた。1896年同居の先輩、熊田以上の推薦で、放置者入社。1899年、長夜新聞の再高を、桑立同社社長。1901年、再び放置者に復帰、広告部就任等で、 三木吉八社主を助け大いに手腕を振るう。業務局長時代の1906年には他社に先駆け、勇敢を発行し読者を激増をさせた。松村健造は当時の部下である。また新設した職業案内欄を見て募集してきた松岡元子を採用した。1903年頼もぎ家の子養子となる。1906年欧米を視察し、 新聞事業を研究3年後に帰国し、日本初の新聞代理業、ジャパンプレスエージェンシーを創立。また、生フィルムの輸入業をしていた関係で1910年、伊藤博文暗殺の実写映画を買い受け両国、国技館で公開し利益を上げた。日活の創立にも関係したと言われる。1911年東京市会議員。 1915年代12回衆議院議員総選挙に立憲同志会公認で東京府東京市区から立候補し初当選。以降連続9回当選。抽選局制が導入されてからは東京府第3区を選挙区とした。県政会立憲民政党に所属し、同等総務や幹事長などを歴任。1936年の広田挙国一致内閣で定心大臣となる。 大臣在任中、船舶600万トン主義、海運国策5カ年計画を打ち出し、積極的な造船業支援政策を実施した。また、電力国営化法案を提出、工業界に一大革命をもたらした。大臣辞任後の1938年放置新聞社長となりさらに1939年、政党人としては異色の第17代東京市長になったが、 在任わずか10ヶ月で病死した。1941年その功績をたたえて居住した、現在の蔵前3.4丁目あたりが、地元の要望で浅草桂町と名付けられた。妻は、明治後期から昭和の初期にかけて、東京音楽学校助教授、教授として、多くのバイオリニストを育成した、頼もぎ駒子、養子は、ジャーナリスト、政治家の頼もぎ新六。 ありがとうございます。